総勘定元帳とは、勘定科目ごとに、すべての取引を記載する勘定講座を集めた、会計帳簿である。単に、元帳とも呼ばれる。1828年のドイツの総勘定元帳、総勘定元帳は、現金勘定や売上勘定などすべての、勘定科目の記入欄が設けられているノートであり、勘定科目ごとに、すべての取引を記載する勘定口座を集めた、 会計帳簿として、仕訳帳と共に使用簿を構成する。総勘定元帳には、仕訳帳から全ての取引が転記され、会計の期末には、総勘定元帳から、貸借対象表と、損益計算書が作成される。前者は、法人内資企業の財産を表し、後者は、法人内資企業の儲けを表している。いわゆる決算書は、貸借対照表と、 損益計算書から構成されている。会計において、元町を基調していく手順として、日々の取引を補助簿に基調する仕分けを行って、仕分け町に記入する相関上元町にその仕分けを、転記していくという流れになる。元町への転記を行うことで、次に行う資産表の作成も容易となり、引いては貸借対象表や、損益計算書の作成も、能率的なものとなるのである。 今日ではクラウド型会計ソフトが台頭しており、仕分けを入力すれば、後から資産表や仕分け日記帳、元帳が出力される。決算報告書も自動的に作成される。勘定科目は次のいずれかの区分に分類される。資産負債純資産収益費用損益残高。ありがとうございます。